チャートによればインターラーケンまであと25マイルだ。もう間もなくだな。どうした？エンジンの調子がおかしいぞ。やれやれ、これじゃグライダーだ。こんな時のための訓練はしてるよな。そういえば、さっき空港を通り過ぎたはずだ。よし、チャートに乗ってる。ザーネンだ。この先、南西にもう一つ、あの尾根の向こうにサンステファンがある。我々はちょうど真ん中にいるようだ。引き返してもいいし、お願いに挑戦してもいい。丘にぶつかる。確かこいつに最適の滑空速度は65ノットだったかな。水平儀や停止儀を見ても無駄だよ。エンジンと一緒に吸引系もダメになった。ソロに着陸できそうだ。どうやら一安心ってところだな。無事に滑走路に降りられたのか。空港に着くのも無理だと思ってたよ。